オールホワイトコーデの洋装はビッグジャケットにタイトスカートで高バランスに。1999年5月の春の園遊会は洋装で、デザインに特徴のある白のセットアップをお召しでした。雅子さまがお召しになったのは、立体感のある織り生地が特徴的な白のセットアップ。ジャケットはやや長めで、膝丈のスカートはキュッとタイトになっていて、バランスが絶妙でした。靴やバッグ、アクセサリーもすべて白で統一。おしゃれ度をアップさせる帽子には大きなリボンもついていて華やかでした。愛子さまご出産後初めての園遊会はクリームイエローの優しげな着物で。